はい、議長。14番、中田正樹君。令和6年9月定例会にて質問の機会をいただきましてありがとうございます。本日、自由民主党の総裁選挙を告示されたようでありまして、9名の方が立候補されたということであります。27日の投開票に向けて2週間の選挙戦ということですが、この間からテレビ見てると、夫婦別姓についてどう思われますかということと、自由民主党の裏金への対応、この報道がすごく目立ったんですね。でも僕の中では、自由民主党の総裁を選ぶということは、実質的には次の内閣総理大臣、この国のリーダーを選ぶ選挙だというふうに思っていますので、候補者の国家観やビジョン、外交や国防政策、経済政策や物価高騰対策など、国民生活に直結する政策についてもっと語っていただきたいなと、そんなふうに思っているのは私だけではないと思いますが、これはね、マスコミの候補者への質問の仕方にも僕は問題があるというふうに思っています。もう一点気になっているのが、総理としての資質よりも、自由民主党は選挙の顔としての役割、これを優先しているような話もよく聞こえてくるわけです。選挙に勝たなければ、政権を維持することができない、これはよくわかるんですが、能力を度外視して選挙目当てで党の総裁を選ぶ、これはね、あまりにも国民をバカにしているんではないかなというふうに思っています。総理を輩出する政権与党としての、これはもう責任放棄。そんな物差しで党総裁がもし選ばれたならば、おそらくですよ、有権者から総選挙でしっぺ返しを食らうではないかなというふうに私は危惧を覚えます。本日1時から候補者による職権表明演説会が行われているということですので、先ほど申し上げました国家観や、その方が思っておられるビジョンなど、しっかりとお話ししていただければありがたいかなというふうに思っております。元日に起きた能登半島地震において派遣された自衛隊員、最初の1ヶ月だけで1万4000人、8月までの活動終了までに派遣された自衛隊員の延べ人数は114万人に上りました。派遣期間は8ヶ月に及び、東日本大震災の時の174日を大きく上回りました。近年多発している大規模な災害において、自衛隊による支援、災害派遣は欠かせないものとなっています。日頃からの連携も重要ではないかなというふうに考えています。第382施設中隊、富山駐屯地、これはですね、県内唯一の自衛隊の実動部隊ということでございます。22日の日曜日には、駐屯地の記念行事が開催されるわけですが、残念ながら市の総合防災訓練と重なってしまい、ちょっと参加することはできないんですが、2021年、令和3年4月に拡張工事が完成いたしまして、大型輸送ヘリ CH-47 チヌークの発着が可能になりました。このことによって、災害時の物資の輸送能力は格段に向上しまして、人員で申しますと13人から15人を格段に輸送能力が向上したんですね。災害時の対応能力の強化が図られ、いざという時の県民の安心感も高まりました。機体の大きさが違いすぎるため、市内のすべてのドクターヘリのランディングポイントが利用できるというわけではないと思いますが、学校のグラウンドやクロスランドなど、比較的広い敷地には離発着が可能だというふうに考えております。今回の地震により、市の庁舎も甚大な被害を受けました。再び大きな地震が起こると、持ちこたえることができず、崩壊の恐れがある。ということで、市は現在の市の庁舎を全面改築することといたしたという、被災後の市庁舎の現状を専門家の方に診断をしていただいた上での結論かなというふうに思っております。現在の庁舎の診断結果、改修の判断に至ったということを、どういうふうに説明すればいいか、ちょっと簡単に説明してほしいのと、この場所で大丈夫だとおっしゃった、現在地の地質地盤の調査、これはいつ行われたのか、で、問題ないということを確認されたと思いますが、今の点、ちょっと教えていただきたいというふうに思います。総務部長、橋本信之君。はい、
現庁舎につきましては、令和6年能登半島地震の被災直後に実施した応急危険度判定において、主要構造部である柱や壁に多数のクラックやひび割れ、隙間仕上げ材、モルタルなどの剥離が多く見られたことなどから、建物は構造体を含めて大きな被害を受けたと診断され、再び同規模以上の地震が起きた場合には、今回以上の被害が出る恐れがあるとの指摘があったところであります。その後も複数の構造体の専門家に被災状況を見ていただいたところ、現庁舎は地震により構造体に大きな被害を受けており、現庁舎耐震化より建て替えが望ましいと総合的に判断をされました。さらに現庁舎は令和6年度で築60年を迎えること、IS 値が 0.3 未満で庁舎に必要な強度を満たしていないこと、またカーボンニュートラルや自治体 DX の推進など、新たな社会ニーズにも対応する必要があることから、令和6年3月に改定した小矢部市本庁舎耐震対策基本構想改定版において、本庁舎の耐震対策を建て替えへと変更したところであります。次に、現庁舎敷地につきましては、平成25年度に現庁舎の耐震対策の検討を行う中で、ボーリングによる土質調査を実施しております。この調査結果といたしましては、17メートルほど掘削して調査したところ、深度12メートルより深い層で、砂礫層と呼ばれる良質な支持層があることが確認されており、この砂礫層が構造物の支持地盤として適しているという調査結果が示されております。また地盤の液状化危険度についても判定がなされ、その結果では液状化の危険度は低いと示されております。14番、中田正樹君。平成25年ということであれば、15年ぐらい前17メートルっておっしゃった12メートル7メートル17メートル掘れば安定した地盤があると、12やね、あ、ごめんなさい、12でしたね。ということは12メートル掘らんのがですね、僕ちょっと専門家じゃないので、そういった構造物が、どのくらいの深さまでそういう基礎のために掘削して安定させるのかということはわからないので、また特別委員会もありますので、その場で聞いてお聞きしたいと思います。そこの部分はもうそういうことをやってないんだったら、本当は僕改めて調査やらんのがじゃないかなと戻ったんだけど、この15年前という数字は OK なんですかね。10何年前、11年前だそうです、15年前じゃなかった、10年前ならね、多分ね、その調査結果は尊重されてもいいのかなというふうに思います。で、耐震構造と免震構造の話は、代表質問の答えで市長さんも今後しっかり検討していくよっていうようなお話もいただいたのでいいので、一つだけ聞いておきたいのは、参考に近隣で5メートルじゃなかった、5階建て以下の建築物で免震構造を採用しているっていうのは例としてあれば教えていただきたいなというふうに思います。総務部長、橋本信之君。5階建て以下の建物で免震構造を採用している例につきましては、近隣自治体における事例は把握しておりませんが、全国的には本年5月に総務産業建設常任委員会にて視察した熊本県宇土市や益城町のように4階建てで免震構造を採用されている例があり、その他にも4階建てや5階建ての庁舎において免震構造を採用している例を確認しております。14番、中田正樹君。今おっしゃった例というのは今度は親部でも使おうとしている記載使えるから
イニシャルコストについてはある程度しっかりと使っていこうという発想の中で、おそらく免震構造を選ばれたのかなというふうに思っています。しかしながら先ほども少し市長の方からありましたが、こう点検、定期点検で点検により劣化が確認されたら修繕なり取り替えなりしていかなきゃいけない、で大きな地震があったら全て装置を入れ替えなきゃいけない、こういったコストも人バカにならないと思います。そこの部分もしっかりと見ていかなきゃいけない。で、当初立てる分の予算に関しては予算措置で有利な記載を行えるということなんだけど、おそらくなんだけども、その建設後の保守点検修繕についてはおそらくそういった補填措置はなくて、自主財源、一般財源で手当てしていかなきゃいけないかなというふうに思います。なので今後やっぱりイニシャルコストばっかりに目を向けて、将来的にかかる費用ね、見ていかずに決めていくのは良くない。やっぱり将来的にかかる費用もしっかりつまびらかにして、免震構造ありきとかね、耐震構造じゃなきゃいけないとかっていう部分を含めて、慎重な議論が必要だと思います。最終的には身の丈に合った、小矢部市にとってちょうどいい規模の庁舎にするべきだと思いますが、そこの辺はどんなふうにお考えでしょうか。総務部長橋本信彦君。新庁舎につきましては大規模地震時にも業務を継続できる十分な耐震安全性を確保する必要があります。免震工法は建物に揺れが直接伝わらないようにする工法であるため、災害対策拠点として耐震安全性を確保できますが、一方で建設時のイニシャルコストに加えて点検や修繕などのランニングコストが必要となります。新庁舎の構造計画につきましては議員ご指摘のとおり、免震工法ありきではなくランニングコストを含めた総コストと施設規模に対する耐震効果について費用対効果を検証しながら、今後基本設計の中で慎重に検討してまいりたいと考えております。14番中田正樹君。地震が起きて半年余りということなんで、まだまだ詰めていかなきゃいけないことたくさんあると思います。議会としても特別委員会を設けて、こういった議論を深めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。次の質問に行きたいと思います。防災訓練について、ちょっとねあれ読んで訓練想定がすごいてんこ盛りで課題なんじゃないかなっていう。で同時に絶対に起こらない、こんなことは誰も言えないわけですが、一体大地震なのか大規模火災なのか豪雨災害なのか、すごくこう焦点がボケている印象があります。もちろん災害対応としての共通点もたくさんあるでしょうから、多くのことを想定すること自体は、良いことなのかもしれないというふうに思いますが、桜井市長は提案理由説明では自助共助、避難所を各地区で、開設してもらって、受付業務もその地元住民が行うんだよということもおっしゃっていました。ただその地震発生前の警報と発せられた時の避難と、その後被害が発生した後の避難になると全然こうやり方が違ってくるんですよ。だそういった想定もこうしっかりされてないような気がするんです。でこれは被害想定と、災害想定と被害想定によって住民の取るべき行動ってのはまるで違ったものに僕はなっていくんじゃないかなというふうに考えています。今回の総合訓練ですが、訓練の目的と避難想定について、簡単に説明してほしいのと、ちょっと今先ほど言いましたが訓練想定が盛りだくさんなんだけども、実際に起こる被害の想定っていうのは具体的なようで具体的でないようなところもあるんで、そこをちょっと簡単に説明していただきたいなと。総務部長橋本信彦君。
市総合防災訓練の目的につきましては、防災関係機関における災害発生時の応急対策に関する検証、確認と、住民の防災意識の向上であります。具体的には、昨年7月の線状降水帯による集中豪雨や、本年1月の能登半島地震を受け、地震や水害に対する対策を改めて周知し、住民一人一人の自助意識の向上と、災害時の初期対応や避難行動を自らの判断で実施できるようにすることを目的としております。加えて、住民主体の避難所開設、運営方法の確認を行うことで、地域で支え合う共助体制のさらなる向上や、防災関係機関との連携の確認を目的に実施するものであります。また今回の訓練想定につきましては、北陸地方に秋雨前線が停滞し、大雨洪水警報が発令中に、大地型断層帯を震源とするマグニチュード 7.6 の大きな地震が発生したことにより、市内で震度6強を観測し、建物の倒壊や同時多発火災が発生、多数の負傷者が出ている状態を想定しており、また線状降水帯の発生する恐れがある中、河川が増水し、氾濫する危険性や、山間地では土砂崩れが発生する恐れがあるという想定で実施いたします。次に被害想定につきましては、富山県が平成29年に実施いたしました、富山県地震被害想定調査をもとに、被害想定を検討し、今ほどの答弁のとおり、震度6強の地震により、建物の倒壊や同時多発火災の発生、多数の負傷者が出る想定をしているものであります。14番、中田正樹君。結局、すごいですよね。大雨警報中に大地震が起こって、土砂崩れが発生して、家屋が倒壊して線状降水帯の発生の恐れもあると。すごいですよね。豪華幕の内弁当みたいな状態かなと思うんですけど、ちょっと僕秘書の提案に説明とか聞いとったりすると、やっぱ避難所の開設の仕方について重点を置いてやっていくようなふうにも聞こえたんだけど、実際の訓練の中身ってそうでもないようなところも感じるところもあるがです。だからあんまり欲張らずに、想定のことよりも実際の訓練の内容大事なんですよね。でそこで僕避難所のその設定のところですごく思うのが、大雨洪水警報が発令されている最中に大地震が発生した、その上に線状降水帯の発生のリスクがあるということであれば、もうその時点で避難そのものが危険なんですよ。普通に考えたら避難そのものが危険なような気がするんですね。だから被害を、災害をね、時間軸で捉えて、こう住民に適切な行動を促すっていうことが実は訓練では大事なんですよ。だから警報発令時の予備的避難なのか、発生した後の避難誘導なのか、で発生後の避難誘導であれば、今回のような想定だと避難することが危険ですよね、おそらく。だからその想定のところは欲張らずに住民のこう避難のためのその避難所の開設と避難誘導をスムーズにするための訓練ですでいいのに、そのもう最初の文章に載ったら、ちょ避難せん方がいいがじゃないがみたいな、あえてそんな想定する必要僕はないのかなと思うんですね。が一番言いたいのは、警報発令前の避難なのか、その後の起こってからの避難なんですか、今回の場合はどっちなんでしょうか。総務部長、橋本信之君。
今回の訓練は地震と大雨が重なった状況での避難を想定しております。地震はいつ起こるかわからないため、大雨の最中に地震が発生するという最悪の状況を想定したものであります。訓練項目も大雨に対する水防・工法訓練と地震に対する倒壊家屋救出訓練、火災発生に対する初期消火訓練など複合的な訓練となるように設定しているところであります。議員ご指摘のとおり、災害の種類によっては避難所へ避難することが危険な場合もあります。そのため本市では必ずしも避難所に避難することだけが避難ではなく、自宅での垂直避難やホテル、親戚宅への避難など市民に向けさまざまな避難方法について周知しており、災害の種類ごとのマイタイムラインの作成もお願いしているところであります。なお今回の訓練では、地区住民の皆様が主体となる避難所の開設運営を予定していることから、地区住民の方へ事前に災害想定を周知した上で適切な避難所への避難行動を促すこととしております。次に議員ご紹介の予防的避難についてでありますが、そちらにつきましては災害が発生する前の明るいうちに避難すること、また道路が冠水する前に避難することなどを言います。気象情報を把握することにより、あらかじめ災害の発生リスクを避難することができることから、早めの避難をすることができるものであります。今回の訓練につきましては、大雨そして土砂災害の危険に応じて避難指示を出すという想定をしておりますので、予防的な避難というふうな位置づけとしております。14番中田正樹君。職員自体が被災者になることも多いに考えられる中で、住民が自ら避難所を設営したり、こう誘導に当たる、これすごい実は大事なことなんで、自分の中では今回それがメインテーマなのかなというふうに、理解はしておるつもりであります。多くの被害を想定していろんな訓練を行う、これもすごくいいんだけど、例えば今年度に関しては能登半島地震もあったんだから、大規模地震にフォーカスして訓練を行うというのも考え方としてあってもよかったのかな。で、孤立集落への物資の供給、アクセスの確保、自衛隊や建設業者さんの協力を得て各種機関との連携を取る訓練だとかね、で実際にこの能登半島地震では南大地区ではかなりの期間断水していたり、集落へのアクセスに支障をきたしてた時期があったんですよね。だからそれを参考にして、もう一度ああいうことが起こった時に今回以上にスムーズにその住民の支援を行うっていうやり方も一つとして考え方としてあったのかなというふうに思います。当初から順番場所ありき、こう順番に回してるっていう意味の順番ね、ありきで訓練が計画されてるのは、行政だからある意味仕方ないのかなというふうには思いますが、実際に災害が起きたときに一番重要なのは、実は臨機応変現場対応なんですね。自分は火災現場でたくさんのことを経験しているんですが、同じ火災というのは二度はないんですね。火災の規模、風向き、強さ、ポンプ車の駐車位置、水位の確保、自分たちは放水直接するのか、それとも、水位を確保した後、放水している車両に中継に回るのか、マニュアルに書かれてないことなんですね。で、その現場現場において瞬時に判断してどれだけ行動に移せるかっていうのが、実はこういう災害においては一番重要なことになるかなというふうに思っております。小矢部市の総合防災訓練では、日程とその日時で、ね、日と場所だけ一緒にして、消防協会小矢部支部、いわゆる消防団の訓練とは切り離して、総合訓練終わってから消防の訓練という形で毎年実際されているかなと思います。ただですね、今回の想定、あちこちで火災が起きたという想定だったと思うんですよ。同時多発じゃなかったかなと思うんです。といったら、一般的にはその時点で常備消防とか消防団も出ないんですよ。だから切り離すんじゃなくって、
市の総合防災訓練の中に消防団を入れ込んだ方が実態に即した訓練、ただわやわやになるはね大変だと思うんだけど、実際にはその方がいい訓練になるのかなというふうに思うんです。だから同時多発火災想定するんであれば消防団の出動普通はあるよね。まあまあこれ質問しません、やめときますんでした方がいいですか。あの実はその消防団の訓練のことでちょっと不思議なことがあって、もうあくまでも訓練は訓練、あで今回の、消防の訓練の話をしますの、想定出火場所はイスルギ小学校付近ということになっています。まずそれが大前提です。であくまでも訓練は訓練なのでっていうのも分かるんだけども、想定出火場所、地元その地域の分断は間違いなく普通は第一出動、第一出動とかっていうふうに言っても分からないのか分かりませんけど、火災時には消防団18分団ありますが、第一出動、第二出動、第三出動って言って火災場所、発生場所によってエリア分けがしてあります。なんでかっていうと、18両の車両がポンプ車が一斉に火事場に向かうと大渋滞を起こして消火活動どころじゃなくなるんで、第一出動、第二出動って分けたる。で今回一般的に火災が起こった時は、イスルギ市街地、イスルギ西部地区さんが今回訓練ということなんで、第一出動9つの出動になるんだけども、ちょっとエリア的な制約があるので、今回の第一出動は6つの分団ということになりました。でもそしたら言っちゃ減らしてもいいけど、普通地元の分団地は出ると思うんですね。できることなら自分たちの地域は自分たちで守りたい、もうみんなそういう意識持ってて、特に施設の消防団なんかはそんな気持ち強いのかなというふうに思っています。で訓練を見学した住民にしても、いや訓練を見ててですよ、いざという時はやっぱ地元の分団やねって、消防団さんおったら安心やねっていうことすごく大事なんね。でなのに今回そうなってないとするとですよ、見学に来てた地元の方何と思うか、あれあんたら何しとんわけ、あんた地元の分団ながになんで放水に参加せんがけって絶対思いますよ。僕が見学しとったら絶対思うと。まあ、ちょっと繰り返しになりますが、イスルギ小学校付近、まあ、後ろ谷ですわね、が火災発生現場なのに、なぜ地域を管轄する、南谷分団が第一出動じゃないんでしょうか。これちょっとお答えください。総務部長、橋本信之君。富山県消防協会小矢部支部の実施する秋季消防訓練の対象地区につきましては、市総合防災訓練と同様にイスルギ西部地区であったことから、出動要請の順番もイスルギ西部地区を想定したものと認識をしております。議員ご質問の、出動要請の順番につきましては、今後訓練内容や訓練想定に関係してくることから、市消防団および砺波地域消防組合小矢部消防署へ今回の議員のご意見を伝え、協議および検討をお願いしてまいりたいと考えております。14番中田正樹君。さっきちょこっと言いましたけど、西部地区イスルギ市街地が、出火場所だった場合、9つの分団が出る想定、ルールになってるんです。でところが狭いからということで、訓練場所が推理も含めてちょっと確保できないということで、6つの分団に絞ったんですね。で9つだった時は、あの場所だったらと、あとこれ難しいところなんです。野花と後ろ谷とか、こう上野本とか地名が混在しているところなんで、でこれ自動通報なんですよ。地域名に応じて分団に指令が出るのは町内名っていうのかな、
住居表示によって自動になるんで、ちょっとそこで齟齬が出てくる場合があるんだけども、6つに絞ったのは絞ってもいいじゃ別に。で、もともとの9つの想定だったとしたら、南さんが入っていたんだとして、3つを削るときに、南田さん削るっていうのはない話ですよ、今回の場合は。で、いや申し訳ないけど、で、小根さん入っとるんですよ。で、小根さん入っててもいいんですよ。別に入っててもいいんだけども、南田さん外すぐらいやったら、小根さん外して、南田さん入れてあげればよかっただけのことなんですよ。そうじゃないですか、聞いてて、そう思いません？ね、実はこの消防の幹部会でこの話があった後、まあ、10人ほどの市民の皆さんにこの話を全部聞いたんです。全員がおかしいって言いました。ありえんって言いました。あと、ここね、ある方がある会議でこんなこと言った。訓練なんだから深く考えることないじゃないですかって言われたんですけど、訓練だから適当でいねえかっていう話じゃないと思うので、まあまあ行政の方から、消防の方にしっかりとちょっと意見、こういう意見があったよということを言っていただくということで、今回はこれでこれ以上突っ込みませんけども、不思議な訓練だなというのは言っときたいと思います。続きまして警察の再編について、富山県西部における警察署の再編に伴う、署の整備、砺波地域3市の新たな警察署、2028年度に完成するのかなというふうに思いますが、砺波市農家の359号線沿いに計画されていて、100人から120人の中規模署になるというふうに聞いています。親部南都の各署は分庁舎として活用されるというふうに聞いています。現時点で分庁舎の規模、役割ですね、分かる範囲で教えていただきたいな。当然、今までの署もそうでしたが、分庁舎は24時間対応していただけるんですよね。あとね、消防とかね、救急では通報後の到達時間というのは法令で決められているんですけど、110番通報というのはそういう規則はないのかな、ちょっとそこ私分からんのだけど、いずれにしても市民の安心安全の面で、危惧されるということはないというふうに考えてよろしいでしょうか。企画政策部長、吉田元博君。富山県警察では令和4年2月に富山県警察機能強化推進計画を策定され、この計画において警察署再編についての方向性が示されたところです。計画では親部警察署については砺波警察署および南都警察署とともに再編されることが示され、昨年2月には砺波市内において新警察署を建設し、親部警察署は今後分庁舎として活用される旨の公表がありました。議員お尋ねの分庁舎の規模、役割につきましては、本年8月26日に親部警察署で開催されました警察署の再編に関する説明会によれば、その体制として、責任者に警視または警部の職にある警察官を配置し、窓口業務を行う警察職員やパトロール活動等を行う地域警察官、これは交番勤務の警察官を除いた方です。これらを10から15名程度配置する予定とのことであります。また、分庁舎における業務としましては、4点ございまして、まず1番目として、複数のパトカーによるパトロール活動や、事件・事故発生時の対応、2点目は、道路使用許可申請等の交通関係許認可業務、3点目としまして、運転免許証更新等の免許関係業務、4点目として、警察相談、遺失・拾得物取扱業務などが実施されると伺っているところです。次に、安全・安心面につきましては、
今ほど申し上げたとおり、分庁舎においても複数のパトロールカーによる、パトロール活動や事件事故発生時の初動対応等の地域警察活動を業務として行うとの説明があったことから、警察署再編後も市民の安全安心に関する水準は維持されるものと考えているところです。14番、中田正樹君。現在は夜間でも110番通報すればすぐパトカー駆けつけてくれるんで、それも大丈夫ですよね。夜中に24時間しっかりと今後も対応していただけるですよね。それ なんでそれ言うかって言ったら、さっき言った119番通報は通報から何分以内に消防車両、救急車両は到達しなきゃいけないっていう規則があるんだけど、110番通報にそういう規則があるかどうかちょっと僕分かっとらんのだけど、これ夜中にちょっと小矢部市の北部方面で何かあった時に、そんなもん砺波署から来とったら大変な話になるんで、そこは分からなければまた確認して教えていただければいい。企画政策部長、吉田元博君。はい、現在説明会の中で示された、概要について申し上げたところでございますが、その際の説明資料からはちょっとそこまでは読み取ることは現段階ではできません。14番、中田正樹君。分庁舎ということだから当然24時間体制、事務取り扱いはいいですよ。なんか免許証がうんぬくんぬとか道路使用許可の話を24時間やれって言ってるんじゃないので、今でもそんな事務の方閉まりますから、今の署でも緊急通報に関しての初動出動に関しては今の、警察署から小矢部市内に関しては出動するよということであれば、それで仕方ないっていうか、それは確約してほしいな。もしそうじゃないということであればダメですというふうに主として言ってください。あと感謝の話ですね。警察官宿舎、昨年、小矢部1号解体されたんですけど、市に2号、畑中に3号が残ってるんですね。自宅からの勤務については管区域外居住の基準の定めっていうのは、警察官にはあるんですが、感謝は当然管轄区域内に置かれるので当然でありますが、警察署からの距離との特段の基準はきっとないというふうに思っています。ないですよね。それと1つ取り壊したので、あと2号と3号残っているんですが、この残っている2つの官舎、警察官宿舎の取り扱いについてもし分かれば教えてください。企画政策部長、吉田元博君。富山県警察によりますと、今後警察署の再編整備を進めていく上で、待機官舎についても集約化を図るとともに、警察署の敷地内または近接地に新たな宿舎を整備する必要があるとのことでありますので、現在の待機宿舎については集約化の対象となるものと認識をしております。14番、中田正樹君。新しい警察署の中に敷地を確保して、宿舎、警察官宿舎ですね、官舎設けられる、それはそれでいいと思うんだけども、その今分庁舎に対する配置人員が、15名程度なのかなっていう話もありましたし、でも全部なくなるわ官舎、今お呼びにあるやつも。ですよね。これみんな簡単に考えとるでしょう。警察官が小矢部警察署で勤務しとる人間の数が減った分だけどうなるかって言ったら、おそらくですよ、僕本当に知ってるわけじゃないんだけど、住民票移動しとるんじゃないかな、警察官の場合、移動したら住んでいるところに住民票を移動しとるんじゃないかなと思うんで、おそらく
違ってたらごめんなさいね。だとすると、例えば20人ほどの警察官が今、小矢部市内の官舎におるとしますよね。で、その方が年間、まあまあ適当な金額、25万ほど住民税払っとるとしたら、それで早年間の住民税で500万ほどなんですよ。で、それと、家族でお住まいされとるとしますよね。ほんたら小矢部市内の官舎に住んでおられる警察官とそのご家族の人数がまあ50人ほどかなってなったら、交付税来ますよね、人口割の部分の。それが10万ちょいって考えたら、そこで早まって500万ほど減るわけですよ。だから合わせたら たった20人ほどかもしれんけど、おそらく小矢部市の歳入面で言ったら1000万ほど飛んでくような気がするんだけど、違う？まあまあまあ、ちょっと別にそれいちいち今更シミュレーションしてくれとは言わん。だってなくなるもんはなくなるし、残るもんは残るんだろうから。でもね、これそんな簡単な話じゃないと思うよ。逆にその分だけなんとから親部から1000万、なんとから1000万って言ったら、砺波市の歳入が2000万とか3000万増えるんですよ。違う？一般的にはそうだよね、計算上はね。だからただ単に警察署がなくなるだけの話じゃないし、安心安全面が確保されるからいいという問題じゃ実はないがですよ、と私は勝手に思ってます。で、実は江戸時代ね、今井するぎと上花だけが町だって、町奉行だったんですけど、で明治11年に、郡区町村再編法、これ、まあ、あの当時は石川県だったんで、小矢部市は石川県での施行により行政区画として砺波郡というのが作られたんですけど、その後もこう西砺波郡に分かれたりいろいろしてた中で、ずっと伊豆るぎには 郡の役所がずっとあり続けたんですよ。すごい大きな、砺波郡の時でいうと砺波郡10町71村ありましたね。で西砺波郡に分かれた時は伊豆るぎ町中心に5町38村だったんですけども、いずれにしろその時も伊豆るぎ町に、郡の役所を置かれてたんですね。でですね、1996年ちょうど西砺波郡発足してから100年後の、昭和41年2月10日に高岡市に編入されるまで砥出町も実は西砺波郡だったんですね。だから郡がそのまま市に衣替えできてたら今の親部どうなっとったのかなってことね、富山県の西の玄関口としてもっともっと発展したのかなと考えると少し残念な気がするし、今から52年前、昭和47年に廃線が廃止になった、廃線になったんだけどもね、それが残ってたらどうなってんのかなとかっていろんなことも、平成の大合併で小矢部市がどこかと合併したらどうなってったのかなとかっていろんなこと考える。でこんなノスタルジーにしたって言ってもしょうがないけれども、これいくつかなんかチャンスがあったんじゃないかなというふうに思います。で長い年月経てたくさんのものなくなってきたんだけど、ついに、警察署もなくなってしまうのかなと思うと少し残念な気がします。まあ、もしそういえばもし西砺波郡が一つで小矢部市になって、まあ小矢部市名称は別に小矢部市になってたとしたら、砥出町小矢部市ということになるから、武田副市長さんも小矢部市民ということになるわけですが、まあどうでもいい話ですね。はい、すいません。最後の質問をしたいと思います。いい感じだね。芸術文化推進基本計画についてちょっとお聞きしたいと思います。小矢部市ですね、古墳時代は3世紀から7世紀頃になるんですが、小矢部市には約80基の古墳があるんですね。そのうち約40基が羽生地区にあります。で若宮古墳が有名なんですが、他にも、関の古墳群や八千古墳群がありまして、当時から多くの人々がこの地域で生活したとしていたということを示しているんですね。砺波地域を治める役所がこの小矢部にあって、州庁が居を構えていたというふうに推察されています。中でも昭和62年に史跡として市の文化財に指定された関の1号墳は推定全長約65メートルの前方後円墳、若宮古墳よりでかいんです、
で、古墳時代前期に築造されたものでありますが、残念ながら後円部の4分の3以上が壊されてしまっていますが、これはですね、日本海側最大の前方後円墳である氷見の、柳田の小山二号墳に次ぐ県内最大級の古墳ということであります。ちょっと少し時代進めて、今から1300年前、北陸地方一帯は古氏の国と呼ばれていたんですね。飛鳥時代後期、律令制の時代に整備された古代道北陸道、これはですね、両政国、律令制の領ね、両政国の国府を結ぶための官道、官道というのは公の道という意味ですね。旧国名でいうとこの若狭、越前から加賀野と経て越後まで続く幹線道路、主要幹線道だったんですね。これ日本史で教わったんですが、平城京遷都が行われた710年から794年に、平安京に遷都されるまでの80年余りが奈良時代、712年、同和5年には砺波山、これ栗から山の、麓に砺波の関が設けられる、行政の施設ですね、砺波の関が設けられている。羽生八幡宮は718年、養老2年に創建されたと伝わっており、豊前の、宇佐八幡宮の分霊を勧請したのが始まりだというふうに言われています。その年に制定された養老律令は、右大臣の藤原の不比と聞いたことあるんですねが、らが、大法律令を修正編纂したもので、律令政治の基本法律なんですね。で、実は羽生八幡さん718年、栗から不動尊も718年、養老2年、中国から到来したインドの高僧禅武維三蔵法師が栗から不動明王の姿を彫刻された尊像を元正天皇の勅願により奉安されたのことが始まりだと伝わって言われています。ちなみにこの元正天皇というのは女性天皇であります。で、先ほどからこう明治とか古墳時代の話は、とにかくね、小矢部五十鈴はもうすごく歴史がある地域なんですよ。だから僕は芸術文化に対してもっともっと力入れていくだけの素養があるのかなというふうに思っているんですが、多分答えが長くなるので、一つ目二つ目、三つ目の、ちょっと待ってくださいね、文化芸術推進基本法が、第2章第7条の2において、文化芸術推進基本計画を参酌して、その地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画を定めるよう努めるものとするというふうになっているんですが、小矢部市においては文化芸術推進基本計画というのは策定されていますでしょうか。教育委員会事務局長野沢雅之君。はい、地方公共団体における文化芸術推進基本法計画の策定については努力義務とされておりますが、本市においては未策定であります。14番中田正樹君。小矢部市の文化芸術の拠点といえば黒サンド小矢部、そして、アートハウス小矢部かなというふうに思っております。月日が経つの早め、アートハウス小矢部は来年には開館10周年を迎えるということであります。企画や展示内容の充実度を図って大いに活用していただいて、小矢部市の文化芸術の発展につなげていただければいいかなというふうに思います。ですね、小矢部市にはすごい有名な方を置いてますよね。作曲家中橋由紀さん、1995年平成7年生まれ、
竹松議員のお子さんの一つ下かな、高岡高校から東京芸術大学の大学院を修了されていて、5歳からピアノを弾いていて、だけども高校1年生までは野球漬け、野球少年だったということですね。その後パリ国立高等音楽学院作曲科に進まれて、2022年2年前、若手音楽家の登竜門とされるスイスのジュネーブ国際音楽コンクールの作曲部門で2位に入賞される。まだお若いですしね、今後の活躍が大変楽しみ、なかなかすごい方が親部出身でおいでるかなというふうに思います。ですね、文化芸術の振興にとどまらず、これね、観光やまちづくり、国際交流や産業分野などの関連分野の政策を範囲に取り込むというのが、実は先ほどの、推進計画、文化芸術推進基本計画の中に謳ってあるんですね。で、この法の趣旨からすると、行政の対応としては、自分はですよ、観光課と文化、まあ、スポーツの方はちょっとあれにしても、文化課というか、文化スポーツ課ですけど、親の場合を、親部署別個にしてるの。で、教育委員会のなんか法律の改正で、市長部局に文化系の部署を設けても大丈夫になってますよね。うん、で、あと、企業誘致、地域交通対策とかは企画制作部の方がいいような気もするし、先ほど冒頭で自衛隊の災害派遣の話をさせていただいたんですが、自衛隊との窓口というのはどちらかというと災害対応の部署の方がいいのかなといった具合に、時代の変化とともに職務文書についてちょっと非効率な面が見受けられるんですね。で、近隣の市と担当者会議をしても、こう他市とは担当が違うっていうことはよくあるっていうふうに聞いています。で、以前は交通安全のことなんかは総務課で取り扱ってたというふうに聞いております。まあ一つ二つじゃなくて三つ四つも、なんか多分議員も感じ取るし、職員も感じ取るがもあるし、地方湯がもあるかもしれんけど、こう市役所全体の業務、こう総検証して少しその辺見直しをかけた方が、効率よく市役所の業務を行えるのかなと思いますが、そこの辺はどんなふうに思っている。総務長、橋本信之君。行政組織につきましては、これまでも本市の重要施策を着実に実行するため、また時代の変化等を考慮しながら、必要に応じて機構改革並びに事務文書の見直しを行っているところであります。引き続き時代のニーズに合わせながら、組織体制や事務文書の点検、見直しを行い、行政の総合力の向上を図ってまいります。14番、中田正樹君。別にその形が大事なわけじゃないけれども、実際に効率的じゃないなと思われることがあれば、随時見直していかれればいいのかなというふうに思っております。最後にですね、とにかくさっきからお話ししたように、親部市鶴木町、すごい歴史があるんです。で、文化財の保護計画、策定されていますよね。文化財保護、ごめんなさいね、文化財保存活用地域計画か、これは親部市には作ってあるかでしょうか。それとその文化財の保護活用再生とは進んでいますかね。引き山の点検なんかもしましたが、その後補助メニュー使って修繕進んでいるっていうふうに聞いていますが、そういった計画とかビジョンもしっかりとあるということでよろしいでしょうか。教育委員会事務局長、野沢正幸君。
文化財保存活用地域計画は平成31年の文化財保護法改正によって制度化された総合的な計画で、市町村の文化財保護行政の中長期的な方向性を示す基本計画と、実施する具体的な事業を記載する行動計画の両方の役割を担うものであります。御市でもその策定を第7次総合計画後期実施計画に盛り込んでおり、文化財担当部局の体制強化を図った上で、令和8年度から10年度までの3カ年で、市の文化財保護保存活用地域計画を策定する計画としております。また文化財の保存につきましては、指定文化財を中心に修繕等によりその保存を図っているところであり、近年では市文化財指定文化財本行寺の所蔵する白漆徘徊奉納額や、本市の所蔵する越冬が三州志津図などの保存修理を実施しております。またそれらについての修理や複製品の作成により公開活動が可能となり、それぞれ本行寺と市民図書館において展示公開を行っております。椅子木の引き山の修繕につきましては、令和4年度から文化庁の補助事業を活用して、市の補助金だけでは実施が困難な大規模な修繕を含めて、今年度までに10町内の山の修繕を実施しており、順調に進んでいるものと考えております。歌舞伎山の活用につきましては、所有する各町内により公開などについての意向が異なることから、一律に進めるのは難しい面もありますが、本年度の椅子木曳山祭りには、おいては河原町と新町の協力を得まして、歌舞伎山の鏡板を展示公開できたことを、その一歩として今後町内の協力が得られるよう努めてまいりたいと考えております。14番中田正樹君。第7次の後期に計画されとるということで、それでいいがかなと思いつつ、実際にはこれだけ歴史資産がね多い、今本行寺さんの話もされましたが、本行寺さん行った時にいろんな、ほんの一部ですよ、見せていただきましたが、素晴らしいものたくさんあるんですよね。それに対してもともとのこの文化財保護活用地域計画がない、今現在小矢部市にねないということがちょっと残念であります。ただいろんな業務があるからちょっと前倒しでやってくれようともちょっと言えないところもありますが、その分内容的にしっかりとした計画になることをお願いしておきたいというふうに思います。先ほどちょっと作曲家の方の話を紹介したんですが、実は上野本出身の画家の方の話もちょっとします。金沢美術工芸大学の大学院を修了されて、現在は母校金沢美術工芸大学で絵画油絵の教員をされております。で、在学中の1985年には金沢南市姉妹都市交換留学生としてフランス国立南市美術学校に留学をされています。やっぱり芸術はヨーロッパ、フランスが聖地なのかな。先ほどの中橋さんもね、フランスの大学に、音楽学校行っておられてね。で、実は8月31日から大森明見るとみなすと題して、金沢のガリレアポンテで個展開催されていまして、22日の日曜日までなんで、もしお時間ある方は部長見に行っていただけたら嬉しいなと思います。これにて私の質問を終わります。ありがとうございました。